もお世話になっております。はい、料理家ユニットブルーゲイツの藤野幸子と高橋のり子です。はい、だんだん慣れてきました。今日も引き続き我が家で、我が家の撮影です。はい、ちなみにですね、まあ、何回か見ていただいている方もねいらっしゃるかと思います。本当にいつもありがとうございますね。なんかもうね、今もう10回目やってますよね。もう10回、今度12本目ぐらいですかね。ねえ、そうそう。で、まあ、ブルーゲイツっていうのはですね、料理家ユニットブルーゲイツこれはですね、食を通じてね皆さんに楽しい情報をねお届けしようと思ってやっております。これからもよろしくお願いいたします。ということで、はい、今日は、はい、幸子さん、前回はね、ね、その前にさ、ちょっと私、皆さんにちょっとこれ見ていただきたいの。気に入ってくれたのね。超気に入っているんです。どう、ね、とってもね、彼女似合ってるんですけども、このね、エプロン、ね、お揃いです、そうなんです、はい、おからで染めた生地、おから染めの生地の、はい、エプロンです。本当に素敵だわ。で、なんかね、すごいこれちょっとこう見えないんですけど、長いんですよね、とってもドレスみたいな感じ。長いです。で、すごくね、失礼しました、すごくね、本当に着やすくてね、私超気に入って欲しくなっちゃった。なんか、ね、今度ブルーゲイツのさ、何か作らない、新しいエプロンね、やらしいね。はい、なんか作りましょう。かわいいロゴマークかなんか考えて。何、ジロちゃんのワンちゃん、自分のお家のワンちゃん。違う違う、どなたかデザインお得意な方、ブルーゲイツのね、はい、かわいいマークとか、はい、ご提案いただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。なんか遊んじゃってますね。すいません。じゃあ、今日のお料理、はい、はい、お願いします、はい、超時短料理でございます、はい、もうね、あっという間にごめんなさい、終わっちゃうかなって。今日はね、はい、こちら、前回のね、ご飯、新玉、はい、下がってくるんですよ、これ。新玉ねぎのね、スープにね、引き続きまして今回も新玉ねぎがいきたいと思います。前回が新玉ねぎのご飯で、今回が新玉ねぎのスープ、ね、スープだからね、両方ね、テーブルに乗せるとね、新玉ねぎのご飯のスープでね、ダブル新玉ねぎ料理になるわけ。ね、はい、血液サラサラです。ぜひ試してみてください。すいません、前置きが非常にいつも長くなっちゃいました。じゃあまずですね、本当に超簡単なので、今日はこのね、新玉ねぎをまずは包丁と、まな板がないんじゃないかもしれない。まあ、剥いていきましょう。皮をね、皮を剥いていこう、ね、はい、案外ね、皮剥きにくいんですよね、新玉ねぎって。薄いからね、ちょっと切れちゃったりとか ね、 そうね、確かにね、たくさん取れちゃったりしてもったいないなって思ったりとかね。それダメだね、それはもったいないからね。結構ね、やりにくいんですよ。でもね、気にしないでね、はい、そう言われたらなんか剥きづらくなっちゃう。ごめん、なんか無駄にしちゃいけないとかね。そんなことないない、思っちゃったりとかして、いいんです。でもうまく剥けたよ、よかったよかったよかった、はい、ということでですね、はい、このね、汚いところはちょっとね、いい取っちゃって、はい、はい、この包丁すごい切れて、昨日ね、よく研いどいたから、いい包丁なのこれ、すごい切れる、カッパ橋の。ぜひぜひ一緒に買いに行こう。カマーサ商店さんっていうところの ね名前入りで、ね、これ何、これこれ何、のりこって、うん、そう、作ってもらってるすごいオリジナル感が満載。、うん、本当に、うん、いい包丁でもとってもよく切れる。でしょ、本当に、うん、気持ちがいいです。幸子さんね、はい、ちょっと長い、ということで、ということで、なんかさ、うん、今回はね、はい、あれしね、ちょっとね、丸ごと入れたいかなと思ったんだけど、今回はね、はい、ちょっとね、はい、時短ですから、なんて言ってもね、はい、なので、うん、このね、ちょっとこれ取りまして、はい、よっと、あ、取れた取れた、はい、取れた、これ、はい、さよなら、グッバイ、はい、そっか、スープだと結構時間がかかるってイメージあるけど、うん、これ早くできるスープだよね。そう、それはすごい嬉しいと思う。それでね、しかもね、やっぱりもっと早くね、うん、行きたいからこれ切っちゃいますね、はい、はい、もうちょっとね、ドカーンってやりたい人は丸ごとでも OK です、ね、ごめん、本当に早く終わっちゃうけど、うん、はい、そして、これね、高橋さん、これ素敵、うん、なんか私大好きなんだ、このストーブ、ね、幸子さんがね、いつも使ってるストーブですよね、うちにも、ね、あるんですよ、これ高橋さんのでしょ、この、そうそう、これ何色っていうんですか、これグレー、あ、グレーっていうやつね。で、しかもこれ、そう、カタツムリのね、蓋をちょっと持つとこつけてね、これ可愛いんだけど、いい、だけど、ね、うん、ちょっとね、何、熱くなって持てないの。あ、そうなの？そうなの。だからね、うん、火を入れたらね、このね、あ、はい、カバー、あ、かわいいね、これね、これね、私の生徒さんが作ってくれた、あ、いいね、手作り。これさ、いろんなのあるでしょ、なんか、そうなの、このこっちにちょっと、ちなみに、はい、ニワトリさん、ニワトリさんもあります。私も実は持ってる、あ、ほんと、私なんかね、なんか魚とかもあったから、あ、なんかいろんなのあるよね。ですよね、はい、これ付け替えてね、はい、ということで、じゃあ今日はこのストーブ、ありがとう、用意してくださいね、はい、よろしくお願いします、はい、ね、ごめんね、本当に早いで、まずこれボコンって入れるでしょ、うん、
はい、ポコンって入れて、うん、でこれなるべくね、うん、玉ねぎね、うん、あのなんかね大きい方がね私甘いような気がしてるので、ね、大きいのでやるのなんか新玉ねぎは新玉ねぎのね、うん、そしてね今日のこれね、うん、今日2つも2つも用意してんだけどね、うん、これね富澤商店のねなんか富澤の確か出汁っていう名前だったから、うん、これねあの無添加で結構、うん、あの、うん、便利でしょ、うん、だからこれをね今日はね、うん、ダブルで入れちゃいますボンボンと、2つ、はい、やっぱり出汁が効いてたからこれ美味しいのね、はい、そしてねはいお水ちゃんをじゃーんとね入れていきますね、はい、はい、このぐらいでいいかな、ちょっと浸してちょっと上ぐらい、うん、あんまり入れるとほら玉ねぎの味が薄くなっちゃうからね、うん、まあ足すことはいいじゃないってね、okay. じゃあこれでね、はい、はい、あのちょっとコトコトコトっとねこの柔らかくなるまで煮るの、はい、オリーブオイルとかも全然これ入れないんだ、初めに炒めたりしないんだ、ごめんねしないの、うん、だからいいですね簡単、それでねちょっとね塩ちょっとだけね、あの玉ねぎにも塩あの塩味がつくからちょっとだけ入れとくね、はい、後で足すからちょっと少々、はい、はい、それじゃあねコンロにかけます。はい、さよならって、はい、はい、ちょっと置いてね。それで弱火でいこうかな。弱火でですか？うん、弱火、はい、弱火から中火ぐらいかな。まあコトコトするぐらい。コトコト、じゃあ初め強火です。弱めます。それと初めからずっと強火です。あ、弱火。いいアイデアだ。いね、あのこれね熱持つまで結構時間かかっちゃうから、うん、じゃあ初めちょっと強火にしといて、うん、それで弱めましょうか。はい、じゃあちょっと待とうね。はい、わ、はい、かりました。待ってよ待ってよ、はい、お腹すかせてお腹すかせて待ってよ、はいはい、はい、じゃあちょっとねあれからどのぐらい結構経ったよ ね1時間1時間ぐらいね、まあ、うん、ちょっとことこといろいろやってたから1時間まあ30分から1時間ね、とにかく玉ねぎが柔らかくなっていけば OK なんです。おお、あーもうなんかトロトロの感じじゃない、もうこれでね完成ですよね、すごく簡単、もう味付けってじゃあこのお出汁のパックと塩だけ、ごめんなさいちょっと簡単にとても美味しいね、うんうんうん、でねちょっとね、うん、一緒にやっぱ味見しようね、出ないと分かんないからね、うんうん、ちょっとこう味見してみます、うんうん、失礼いたします、いただきますね、美味しい。初めてほど美味しいらしい。ぜひちょっと、はい、楽しみです、ね。これもこのままでいいんじゃないかなと思うんですよね。うん、まあ必要だったらね、でもちょっと一応ちょっとだけね、うん、お塩をあのまあ薄口醤油があってもいいんですけど、うん、もう形ばかりちょっとだけね少し、うん、まあ味を見てね、はい、入れていきます。じゃあごめんなさいこれで。完成ということで、あとね必要だったらちょっとね水を足してみたりとかね、あの蒸発しすぎてたらそんな感じで、お、では美味しそう。ちょっと見てくださいこれ、スープも綺麗。そう ねこれはね、うん、やっぱりあんまりボコボコってしない方がいいと思うね。あのちょっとないしね。そう。では、わあ、自分で言ってなんかあれしちゃってますね私。でも今ね、ちょっと一口飲んだらね、うん、本当にちょっとやっぱり元気が出るかなっていう感じですね。では、こんな感じで、こういう玉ねぎもちょっと入れましょう。はい、はい、嬉しい。いや、はい、楽しみです。あ、素敵ななんかお皿をご用意いただきました。ありがとうございます。嬉しい。はい、はい、じゃあいただきます。こうね、いただきます。ありがとう。はい、じゃあ行きましょう。はい。うわ、いきなり一条がなんか一条ちゃんが、ね、美味しそうなスープ、はい、じゃあこれくらいいただきます。どうぞどうぞ、あの私たちのお友達の、ね、はい、マヨシも来てくれてる、ありがとう。ぜひぜひ一緒にいただきましょう。いただきます、ね、ありがとう、はい、まずそのままで、はい、このままじゃ、うん、スープがとってもね透明で澄んでて綺麗。おお、一条が、一条はね玉ねぎダメですから、そう、美味しい、美味しい、すごく美味しい、美味しい、美味しいね、美味しいな、よかった、ね、あ、頑張ったっていうか頑張ってないんだけど頑張った甲斐があったっていうことしてるんです、だしのまでと玉ねぎとお塩だけ、そう、うん、いや、とっても玉ねぎの甘みとね、だしと、よかった、それでね、私ちょっとね、うん、おすすめがあるの、何何、あの今日ね、うん、これオリーブオイルとね、胡椒があるんで、うん、これお好みでちょっとね、うん、あの少しかけていただいても美味しいです、ね、よかった、どうぞ、嬉しい、あと玉ねぎもとろとろね、頑張ってもいいかな、頑張ってないけど、うん、ぜひもしよかったらね、うん、お好みでですけど、はい、じゃあちょっとやってみようかな、うん、じゃあこれ幸子さんのね、おすすめの、うん、オリーブオイル、はい、じゃあこれをたら面白い、パカってね、取れる、ほんとだ、あ、これね、ちょっといいですね、じゃあこれとろとろ、これ楽しいからね、ちょっとこのぐらいと、じゃあ
客様もどうぞ。はい、そしてじゃあこれもエスバリオリーブオイルだからね、美味しいからね、はい、私はね、胡椒かけるんですけど、胡椒好きなんで、ね、そうね、うん、はい、ありがとうございます。おお、塩ね、塩は玉ねぎはダメだからね。本当だ。あ、これね、またね、いいです。胡椒を入れて、初めから入れないで、まずこのね、スープを洗ってから、後から胡椒を入れるとね、とても美味しくなれば。ありがとうございました。じゃあまたね、またね、次何やろうかね、ね、まあ、いろいろと考えてみようね。そうね。エプロンも作んなきゃいけない。そうそう。はい、じゃあまた次回もよろしくお願いします。はい、またね。いつもありがとうございます。二郎、うるさくてすみません。昆布というよりもカツオ。カツオ。